赤羽大トンネル、上野川高校赤羽大トンネルは、東北新幹線上野駅大宮駅間及び、東北本線支線赤羽駅北赤羽駅間に、ある総延長585メートルの、福福線鉄道トンネルである。トンネル全体が、東京都北区にある。1970年に、全国新幹線鉄道整備法が制定され、翌1971年には、 基本計画が定められ、東北新幹線が着工されることになった。赤羽駅から荒川を渡るまでの区間では、当初の工事実施計画では、京浜東北線や東北線、高崎線に並行して北上し、そこから赤羽台の台地を回り込んで、板橋区船戸に設定された荒川と勝地点まで直線的に進む経路が想定されていた。しかし、沿線に利益をもたらさないのに、 騒音だけをもたらすとして、新幹線の建設に反対運動が起こり、新幹線建設の代償として新幹線に並行して通勤路線を建設する構想が打ち出されることになった。新幹線に通勤別線を併設するからには、北区内でも通勤別線に駅を設置できる経路でなければ意味がないことになり、赤羽から荒川までの間に北赤羽駅と 浮キ船戸駅を設置することとして経路が変更されることになった。こうして1978年12月16日に新しい経路に変更する工事実施計画が承認された。この経路変更により赤羽駅から荒川の間の東京起点1 3キロ0 0 0ルから1 7キロ8 0 7メートルまでの範囲で大きく西側に膨らませるように線形が修正され、 線路長が245メートル増加した。またこれにより赤羽台の台地の下を通り抜けるトンネルが必要となり、本トンネルの建設につながった。一方で市街地の中を新幹線が通り抜けることになり、北区内での反対運動を激化させることにもつながった。東北新幹線の建設は日本国有鉄道本社新幹線建設局が担当した。その中で、 赤羽大トンネルを含む区間は、東京第三工事局の管轄で、実際に担当したのは北、板橋工事区である。北、板橋工事区の管内には工事着手場の難問が散積していたこともあり、きめ細かな対応を実施するために1983年10月1日に、北、板橋工事区から赤羽大工事区が分離新設され、以降赤羽大工事区が、 赤羽大トンネルの区間を担当した。工事を受け負ったのは、起点側が清水建設、終点側が戸田建設であった。東北新幹線は、赤羽駅構内西側の最強線高架ホームの上部を通過した後、25パーミルの下り勾配で北上しながら西へ向きを変え、武蔵野大地の変円部となる大地を降り列車に対して、左へ、 半径約800メートルの曲線を描きながら、トンネルで抜ける。このトンネルが赤羽大トンネルである。最強線は赤羽駅高架ホームを出て、新幹線高架橋の直下から東側へ出て、勾配を下ってきた新幹線と赤羽大トンネル入り口付近で、ほぼ同レベルに並び、以降平行して走る。このため、トンネル付近においては、 下り列車進行方向に対して左側から東北新幹線下り線、上り線、最強線、下り線、上り線の順で線路が並んでいる。トンネルは箱型の断面で新幹線の伏線と最強線の伏線を収める箱が横に並んでいる。赤羽台の台地は周辺定地に対して約14メートルの高さがある。台地の前後では 道路と高架橋が立体交差する必要があることから、新幹線、最強線の高架橋の高さをあまり下げることができず、結果として赤羽台トンネルの土かぶりは浅いものとならざるを得なかった。できるだけ土かぶりを増やすために、トンネル起点側は25%パーミル勾配でおり、途中から15%パーミル勾配で上る V 字型の縦断勾配を採用することになった。結果として、土かぶりは、 入り口部で約0.5メートル、中央部の最も深い場所で約5.5メートル、出口部で約2メートルである。トンネル入り口から約50メートルの間は、八幡神社境内を通り、続いて約300メートルの間を、整備学園敷地内を通過して、赤羽台四丁を目住宅地区の地下を通り抜けて、出口へ至る。沿線には、整備学園の教育施設、 社会福祉施設に加えて、国立王子病院もあって厳しい振動対策が求められた。防震対策として、通常より壁口を大きくし、上面及び側面は1.2メートル、床板は1.5メートルとした。トンネル内面の高さは7.3メートル。 新幹線トンネルの内面幅は10.8メートル、最強線トンネルの内面幅は場所により9.35メートルから14.43メートルである。地質は地面の表面から約7メートルが関東ローム層に覆われており、その下は本郷層及び東京層というつぶて混じりの砂層があり、30メートル以上の深さに東京歴層がある。地下水位は トンネル掘削面より下であったため掘削中の出水はほとんどなかった。トンネルが通過する赤羽台は夜間には騒音が40から45本以下となるような静かな住宅街であり、そういった地区を通過する新幹線計画には当初から強い反対運動が起こり法廷闘争ともなった。トンネルが敷地内を通過する整備学園は1 9 4七年に 現在地に移転し、以降整備学園小学校、整備学園中学校、高等学校、整備学園短期大学などを運営してきた。1971年10月14日に発表された当初計画の経路では、新幹線は敷地直下を通らず東側の在来線に近い敷地をかすめて通る程度であったが、新幹線の騒音、振動の影響を懸念して、 学園側は反対の陳情を始めた。その後、十数回にわたり、国鉄と学園の間で話し合いを継続したが、1978年12月16日の経路変更により、新幹線の経路は、学園直下をトンネルで通過するものへと変わり、この計画変更を一方的なものであるとして、学園側は面会を断るようになった。 そして1980年3月12日には、赤羽駅荒川間の建設工事及び、荒川橋梁建設工事の中止を求める仮処分申請を学園側が行うに至った。法廷において交渉が続けられた結果、騒音、振動により、環境が阻害されないように措置すること、建設工事で支障を及ぼさないこと、区分地条件を設定すること、 相当額の用地譲渡と建物保証に応じることを条件として、1982年11月25日に和解が成立した。一方、北区沿線の反対派住民は、北区新幹線対策連合協議会を結成し、200名余りが1980年9月に工事差し止め請求を行った。このうち25名の原告が赤羽大トンネル直上部の居住であった。 しかし時とともに理解が得られるようになり、戦時中に崖下から台地へ向けて掘られた防空壕を調査して埋め戻すことを条件として土砂運搬動向の掘削が認められるようになった。1984年6月末にトンネル上部の支障住宅の移転が完了し、8月8日には地元と工事に関する協定書が正式に調印された。 裁判も10月3日に和解が成立し、全体の着工が可能となった。赤羽大トンネルはジヤマーニ解作工法で建設するボックスカルバート構造であり、土木工学的に言えば平凡で、特に難しい工事とは言えなかった。しかし、トンネル周辺に、病院、学校、住宅地が近接するという条件で作業スペースに、制約を受けた上に、 作業時間は8時から18時までの昼間のみ、大型車両の通行は1日30台まで、日曜、祭日の作業禁止、通園、通学時間帯の工事車両の通行禁止という、作業条件の制約を課せられることになった。出口側以外については、1984年9月下旬から21時までの作業時間延長が受け入れられ、それ以外の時間帯や日曜、 祭日についても、騒音、振動が十分に少ない作業であれば、容認されるようになった。しかし、目標とする九百八十四年度内の新幹線、上野開業のためには、九百八十三年の夏休みが、星火学園内の支障建物の移転工事を始める限界であった。トンネル全体としては、早い航空では1983年2月に着工できたが、 遅いところでは1984年7月まで着工がずれ込むことになった。全面的に本工事着工が可能となったのは1984年9月であり、1985年3月の開業に間に合わせるための土木工事完成期限は1984年12月末で、通常なら約1年かかる工事を厳しい制約条件の下で、 その3分の1ほどの期間で施行する、超特観光事となった。改作工法であるため、トンネル上にある建物の一時移転が必要となった。移転対象となったのは、八幡神社社務所、整備学園小学校校舎、体育館、受付棟、司祭館、星火ホーム、都営住宅及び、一般住宅約70個であった。星火学園内では、4階建て鉄筋コンクリート造りの、 中高特別教室棟のみは、アンダーアッピニングを行って、建物下にトンネル構築を行うことになったが、それ以外の旧棟延べ床面積約1万平方メートルが、トンネル工事に支障することになり、校舎の移転再配置の計画を練った。その結果、トンネル工事終了後に、トンネル上に短大校舎を建設することにし、それ以外のトンネル上の土地は、 グラウンドとして利用することになった。市場移転計画の策定と代替施設の建築工事、市場建物の撤去工事、埋蔵文化財の調査を終えて、星火学園内の工事に全面着工できたのは1984年9月上旬であった。八幡神社社務所については移転場所がなかったためトンネル本体を手前に伸ばして、その上に社務所を再建した。 トンネルの防振対策が様々な観点で検討された。軌道構造としては、断性被覆材を介して、p c 枕木をコンクリートロバンに固定する B 型断直家軌道が採用された。また、ロバン構造としては、通常はトンネルの定番をそのままロバンとするが、ロバンをトンネル底面から浮かせるフローティングスラブ構造を採用することにした。ロバンを コンクリート製の桁構造とし、トンネル定番に設置したゴム集で桁を支えるものである。また、トンネル区体の寸法を厚くすることにし、質量を合成の増大により振動を抑えることにした。加えて、屈作時の土止め壁を連続地中壁として、トンネル完成後も損置することで、地中振動遮断壁として利用することにした。さらに、 トンネル上部に建設される校舎については、トンネルをまたぐ課題を構築してその上に、校舎の基礎を乗せることで、トンネルと校舎を絶縁する対策が取られることになった。建設中の赤羽大トンネル航空写真、トンネルルート上に、建物が残っているところがアンダーピニングでしたに、トンネル構築を行った中なか,なか特別教室旨、右側の在来線へ向けて、学園内、 グラウンド下に作業動向が掘られ、ベルトコンベアで土砂搬出を行った。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1982年5月25日、赤羽大トンネルの起点型の一部を着工した。しかし反対運動や、市障建物の移転の関係などもあり、場所によって着工日時は様々であった。 星火学園内のトンネル工事機工式は1984年6月18日であった。星火学園内は前述の通り1984年夏以降の着手となったが、それまでにできるだけの地中兵器を構築しておくことを考え、PIP 工法の中列杭を採用することにし、杭計550ミリ、杭長16から18メートルを使用した。学園の正門付近では、 復興版を地面に付設して地上の機能を生かしたまま復興版の下に地中壁を構築する工事を行った。中間具を打ち込み復興版を付設して道路面下を約6.5メートルまで一時掘削した。その上で復興版の下で掘削を行い具位を打ち込んで地中壁を構築した。開業までの工程を考えると 星美学園内の掘削作,作業に使える工期は2ヶ月程度しかないと見積もられた。この間に搬出が必要な土砂の総量は約8万立方メートルに上るものと見込まれ、1日あたり約1500立方メートルダンプトラックにして200台余りとされた。これは先の大型車両通行制限に抵触してしまうことになる。そこで1984年3月から、 在来線側から整備学園のグラウンドの下をトンネルルートに向かって作業動向を約400メートルに渡って掘削した。この作業動向にベルトコンベアを設置し、作業動向を出た後は在来線の線路の敷地を利用して鍛え、ベルトコンベアを伸ばし、新菓子川の河川敷にダンプトラックに積み替えるためのホッパーを設置した。ベルトコンベアは、 全長約950メートル、ベルト幅約900ミリ、速度120メートル、分、最大で1日、約2000立方メートルの土砂を搬送した。トンネルルート上の作業動向に沿って、約30メートルごとに、縦坑が設置され、掘削作業によって出た土砂を、この縦坑から落とし込むことで土砂の搬出を行った。作業動向は、後で、星美学園側が再利用できるように、 新オーストリアトンネル工法で掘削され、11月までに土砂の搬出を完了した。整備学園中高特別教室棟は前述の通り、アンダーアピニングにより既存の建物の下にトンネルを構築することになった。そのためにトンネルをまたぐコンクリートスラブ方式の課題に校舎の荷重を受け替えてからその下を掘削することになった。 まず地面を覆う復興板を付設する必要があったが、許された後期は1983年7月21日から8月31日の約40日間のみであった。その上、埋蔵文化財の調査後に工事にかからなければならないという制約があったが、遺跡が少なく天候にも恵まれたため、無事後期内に復興作業を完了した。この復興のもで、 以降のアンダーピニング作業を進めることになったが、資材の搬入や屈作度の搬出のために、復興の一部を空けておくことは許されなかった。そこで、起点側の先に工事が行われていた部分から、トンネル本港断面内に約100メートルにわたって、幅2.7メートル高さ2.0メートルの作業用シルベコを掘削した。アンダーピニング作業時に出る土砂は、作業用動向内から、 ベルトコンベアで起点側に搬出した。校舎を支える課題の基礎は、場所打ちいで、計2.0メートル、長さ25.5メートルのものを TBH 工法で施工した。作業場所の高さが制約されているため、鉄筋加護を3.0から4.0メートルごとに、継手を設けて繋なぎながら立て込んでいった。これにより、課題を構築した後、油圧ジャッキを利用して、 校舎基礎の区二24基を受け替えた。受け替え完了後にトンネルの底面までの掘削を行った。受け替えた校舎のトンネルルート上の部分の重量は約6000トンであった。一方、トンネル工事終了後にトンネル直上部に短大校舎が建築されることになっており、この区間については、 トンネルのボックス構造を構築後にコンクリートスラブで建物基礎となる課題をトンネルをまたぐように施行した。ここでは課題の基礎となる連続地中壁が屈作時の土留め壁を兼ねる構造とし、またトンネル上昇板は課題を構築する際の片枠し歩行基盤となる構造で建設された。出口側の工事は1984年3月から着工され BW 工法で 厚さ500ミリ、長さ17から20メートルの連続地中壁を構築する方法で建設が進められた。通常、改削工法で掘削する土砂はトンネル上部で積み込んで搬出するが、赤羽大トンネルでは付近の道路が狭く大型車両通行禁止であり、この方法は利用できなかった。そこで出口側でも同様にトンネル本港断面内にシルベ湖を掘削して、 ここにベルトコンベアを設置し、この上に縦庫を5箇所に設置して、ブルドーザーやバックホーで縦庫に土砂を落とし込む形で、掘削を行った。土砂は出口側に設けた工事用車炉からダンプカーで搬出した。ボックスカルバートを構築する際には、通常、下所板、側壁を構築後し歩行を立てて、型枠、鉄筋、上昇板コンクリート打設という手順で作られる。 しかしこの方法では、上と小盤の四方向を撤去するまで、トンネル内での次の作業に着手することができないため、後期短縮の工夫が必要となった。そこで後期の厳しい約260メートルにわたって、急速四工法を採用し、HK 口を天井部分に1メートル間隔で、並べて、その間に埋め殺しの後半を並べ、その上で鉄筋を組み立てて、上と小盤の四候を行った。 これにより、フローティングスラブ設置作業と上昇板構築作業を同時に進めることが可能となった。1984年12月21日に赤羽台トンネル及び高架橋桁連結式が行われた。この時点で、トンネル内のフローティングスラブのコンクリート打設は12月18日に終わっていたが、トンネル上昇板の施行が完了したのは12月27日の。 ことであった。この赤羽大トンネルの完成が、東北新幹線上野駅大宮駅間で最後の土木工事の完成であった。1985年1月9日、上野駅大宮駅間のレール締結式も赤羽大トンネル内にて開催された。軌道電気工事、初試験、訓練運転が急ピッチで進められ、東北新幹線は1985年3月14日に、 上の開業を迎えた。通勤別線については、乗り入れ先路線の計画変更に伴い、東北新幹線との同時開業ができなくなり、ほぼ半年遅れて9月30日に開業となった。ありがとうございます。